この夏休み、たまには家族に手作り料理を振る舞いたいという男性の皆さんも必見です。今、女性にも男性にも人気のお得な料理教室に行ってきました。いよいよ夏本番。まとまった休みが取れるこの季節、今年は海外旅行に行きたい。でも混んでいるし、海外って少し不安と、お悩みのあなたに耳寄り情報です。なんと日本にいながら外国気まえる流行りのスポットがあるんです。そこで楽しめるのは外国の料理。ただ食べるだけじゃないんです。簡単に自分で作ることができちゃうんです。人気のコースは予約3ヶ月待ち。料理を教えてくれるのは外国人なんです。言葉が不安でも大丈夫。質問ありますか？簡単すぎて質問がない。ない。よかった。男性だって気軽に参加できる料理教室が今大人気なんです。外国人が教える料理教室はタダックというサイトから申し込みができます。登録されている外国人の先生は80カ国300人ほど。ここから自分の好きな料理や先生を選ぶことができるんです。その中でひときわ目を引く料理がありました。鮮やかなピンク色のスープ、一体どこの国の料理？早速先生のお宅を訪ねると。こんにちは、はじめまして、ユルガです。どうぞよろしくお願いします。どちらの国の方？ I'm from Lithuania。 なんともネイティブな発音。ユルガさんの出身はバルト三国の一つリトアニア。1年前に IT 関係の仕事をしているご主人と来日。2人で世界中を旅するのが趣味なんだとか。現在暮らしているのは都内の 3LDK のマンション。日本地図は何であるんでしょうか？この部屋で一番大事なものよ。この地図を見ながら行った場所を忘れないようにしているの。最近は日本で2番目に高い北岳に登ったわ。日本が大好きだというユルガさん、早速生徒さんたちもやってきて、あのピンク色のスープを作ります。ヨーグルトとビーツを使ってピンク色のスープを作るのよ。ピンク色の正体は今日本でも話題の野菜ビーツ。ビーツは大きなスーパーなら大抵売っているわ。刻んだビーツにキュウリ、ディルと呼ばれるハーブ、青ネギを入れ、最後にヨーグルトを加えてかき混ぜると、すごいピンク、すごい、いい匂いする。なんかメルヘンな感じ。なんともメルヘンなピンクのスープはリトアニアではポピュラーな野菜たっぷりのヘルシーな一品。うんうん、あ、美味しいですね。すごいさっぱり、夏にぴったり。ヨーグルトの酸味とハーブが効いた冷製スープなんです。これに合わせるリトアニア料理は熱々のクリームソースがかかったふっくらパン。じゃがいもで作った皮の中にはひき肉とハーブが詰まっています。見たことのない料理を作ることができるのもこの教室の魅力なんです。日本に住んでいながらこういう各国の料理をそのまま習えるのはすごい素敵なことだと思います。外国人のお宅での美味しいホームステイ気分、皆さんも味わってみてはいかがでしょうか。
なんでも長谷さん実際に体験したことがある。はい、私はエジプト料理教室に行きましたけども、料理だけでなくてその国の文化も学べるのはとてもいいポイントかなと思いましたね。やっぱりこれからは男性も料理が必要だと。必要でしょうね。ユルガさんのうちオーブンあるんですもんね。だからローストチキン作れますよ。そうですね、あの舞台は整ってるんですけど、私がやるかやらないかってことですね。やってください、この特集を見て頭ありがとうございました。特集でした。さて、お伝えしていますように中国の世界遺産九寨溝で大きな地震がありました。多くの観